ドラゴンクエストウォークスマートウォーク一緒に見ていこうのコーナーということで、やってまいりました。キラーマジンガ。はい、ドラクエ6でね、初見で惨殺された方も多いのではないでしょうか。私もですね、生放送で視聴者さんがね、ニヤニヤしてる中、惨殺されました。ということで、あのインパクトがね、圧倒的に強いですよね。まあ、ドラクエ9でいう、黒竜丸のポジション。ほんとね、破壊神っていう感じっすよね。じゃあその性能、見ていきましょう。はい、ということで、久方ぶりに画面右上にガビガビが出てしまうことをお許しください。ということで、イベント更新ですね。まあ、今回は敵としても武器としても、主人公はキラーマジンガ一択と、いうことで。まあ、個人的にはね、今、モンスターグランプリに向けてデスタムーア集めてるんですけれどもね。一時、興味をこちらに移しましょう。それにしてもデスタムーア強いよね。まあいいや。とりあえず今回は、イベントのお話です。ということで。はい。出ましたね。まあ、特に、何も、変わらんやろな。はい。イベント自体は、ちょっと薄めと言いますか。はい、勇気の蹄鉄、なるものがありますね。さあ、そして、次の情報は、はい、メガモンです。キラーマジンガです。いやー、心も楽しみですね。さあ、まず、キラーマジンガの星の数は、個人的には星4で出てきてほしいぞ。こんなぶっ壊れモンスター、星4でもいいだろう。でも星3なんでしょうね。星4できたー絶対強い。絶対強い。はい、絶対強い。ありがとうございます。いやー、確実に強いですね。さらに、キラーマジンガが斬撃、大義、ブレス、呪文に強くなった。土星一中年。さらに、AI 生成呼吸とす。AI 使うんじゃないよ。なんだよ。うわ、めちゃめちゃすごい。さあ、さらに、自動進化プログラム。なんだよなんだよ、さらにバフかかるんか？ということで、バフ剥がしが有効になりそうですね。はい。お、さらにカタストロフィーレイ強すぎー！しかもなんか痺れてるぞ、一人。えぐすぎだろ。なんだ、黒だと！なんだよ、これ、おい！ふざけんなよ！うわ、くさ、やられたー！やられたー！黒の心だと、かっこよすぎんだろ、おい！そして黒の心のお次に出てくるのは黒き装飾衣装。ただキラーマジンガっぽくないぞ。さあ、世界樹シリーズで来ましたね。世界樹の天井、刻む。もしかしたら、杖、初の、バフ解除武器になるのかな？さあ、どんな感じになってくるでしょうか。スカラとかがありつつ、まず、浜の閃光、敵全体に硫黄属性の呪文大ダメージを与え、稀に敵の呪文耐性を下げる。まあ、普通に強そうですけどね。まあ、サブスキルですね。そして、導きの風。敵一体にバギ属性の呪文絶大ダメージを与え、HP 割合が低い仲間一人の HP を回復する呪文版奇跡来たーこれな。英雄がそんなに強くなかったからな。どうなんこれ。はい。そしてメインスキルがルミナスレイン。メインスキルが2つっていう扱いですかね。敵一体に硫黄属性の呪文絶大ダメージを与え、たまに敵の状態変化を一つ解除する。あ、まあ、やっぱそんな感じですね。はい。まあ、回復もある程度使えるだろうし、バフ剥がしはね、普通に今回で3本目の武器か。唯一無二感があるね。これ優秀な武器になりますんでね。はい。続きまして、いきなり一つ目。モーニングカローリーじゃなくて、グローリーですね。朝、昼、夕方。自身の攻撃呪文の威力を上げ、ルミナスレイン使用時、たまに自身にかかる良い効果を一ターン延長、&攻撃呪文の威力を上げる。そしてもう一つはトークトゥナイト。これは夜ですね。昼と夜。別々かよ！なんかもったいない感じするけど。自身の攻撃呪文の威力を上げ、ルミナスレイン使用時、
たまに自身の両隣にいる味方の良い効果を一旦延長する。あ？何が違うの？モーニングとトゥナイトで。うん、両方とも自身の攻撃呪文の威力上げますよね。で、両方ともルミナスレイン使用時、たまに自身の、あれか、モーニングは自分にかかる良い効果を一旦延長。さらに攻撃呪文の威力を上げる。夜は自分の両隣にいる味方の良い効果を一旦延長する。めんどくさ。ちょっと待って。ちょっと待ってくれ。そもそもルミナスレインは下の方ですよね。イオ属性の呪文大ダメージ&バフ解除の方ですよね。バフ解除をしながらなんかこう味方にもね、いい効果を与えていくといった武器になります。はい。これパッと見強さがわかんない系ですね。うん。まあ、そんな、見てわかるほどぶっ壊れてはいないのは確かですけど、まあバフ剥がしがね、絡むとどんな特技もね、かなり優秀になってきますんでね。はい、ということで、呪文版奇跡。これ属性バギ単体ですね。ダメージ与えながら回復。いまいちルミナスレイン。はい、これは朝昼夕方と夜でちゃいますせと。はい。朝昼夕、丁寧ですね。さあ。24000ダメージは大したもんだよ。うん。はいはいはい。まあ、さらに相手の呪文耐性を下げたと。自分の良い効果延長と。そして夜は Talk Tonight。自分の両脇ですね。まあこの昼と夜で使い分けるっていう時点で、ちょっとだいぶ私向きではない。さあ、自分の両隣が延長されましたと。アップデート予定日は4月4日でございます。そして4月11より、宝の地図アップデートおい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 、これは確実にスカウトモンスターにも影響あるだろう。はい、よりレベルの高い地図が登場と。今まで65だったのが70まで出るようになったとか、そういう感じかな。まあ、さらにミッションもありつつと。はい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 、踊る宝石の心踊る地図。なんかそんな熱そうじゃないけどな。さあ、踊る宝石の心踊る地図。ボスモンスターと、ボスモンスター討伐で、プレゼント交換所で交換できる心とも交換できると。はい。すべての S がもらえるやつですね。ありがとうございます。もどもど続くんか？さあ、これ、スカウトモンスター、魔王の使い来るよな。間違いなく来るよな。そうか、魔法の使いこっちで取れるんか。ちょっとずらしてくんのがいやらしいよな。そして、ご当地にご当地メガモン登場。どうなってしまうのか。もうちょうどデスタムーアのコインね、デスタムーアのコインっていうか、カジノコイン集めてるから、もう電車で旅にでも出ろっちゅうんかな。さあ、そして、役者は揃ったという感じですね。モンスターグランパリ、A6 開催予定と。はい、ありがとうございます。いやー、ちょっと宝の地図の衝撃がでかすぎたな。魔王つか、今からでも間に合うかもしれんと。でもそんなすぐに魔王つかのいい地図がね、全国に出回るとも限らんので。いやー、頭ぐっちゃぐちゃになりそう。とりあえず魔物コインはデスピサロ交換が今良さそうなのかな。雷光バズーカーも出ましたしと。いうことで、頭ぐっちゃんぐっちゃんですが、とりあえず私は今、デスタムーア、モンゴルに向けて頑張っております。ということで一緒に頑張っていきましょう。最後までご視聴ありがとうございました。さよなら。